ご機嫌さんな、ふなぴーでございます。はい、ふなぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなぴーよいしょ、島パトに行ってまいりました。はい、今回はふなぴー、テラさんのブランドはテラウェア M の新作購入してまいりました。はい、ご覧ください。前回もテラさんのこちらマウンテンロゴスウェットを購入した後においテラさんしてしまいましたわ。それがはい、こちらでございますわね。カノコ編みプルオーバーでございます。商品情報はこちらでね。店舗ではサイズ展開は M、L、LL、もちろんフナピーは L、L でございます。カラーバリエーションはこちらのジュースダイダイベージュでございますね。それとライトブルーがございました。まだ残ってて奇跡でございますわね。まだ皆さんのところの島村にあるやもしれませんわよ。税込み1639円でございます。素材はアクリル 100% でゆるっと編み上げられた凹凸感のあるカノコ編みでございます。ちなみにカノコとはカノコ、鹿の子のこの背中の白い模様と似ていることからカノコ編みっていう名前に名称されたそうです。ただこのようにゆるっと編み上げられているのでこんな感じでね、ハンガーで保存すると形が崩れてしまいます。そしてバッグやアクセサリーの金具に引っ掛けないように注意が必要でございます。ネックラインはクルーネックのリブに、肩の下がったドロップショルダーに、ゆるっとした長袖の袖口は狭めなリブとなっております。裾もリブでございますね。そして透け感はやっぱりね、ざっくり編み上げられているので透け感はございますわね。インナーは必須でございましょう。インナー合わせも楽しみたいですね。またマシンウォッシャブルでお家でネットに入れて洗濯できるのも嬉しいございますわね。そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちらカノコ編みプルオーバーでコーディネートしてみたいと思います。GU のキャミソールワンピースに履いてる靴はウムさんの編み上げブーツでモノマネコーデをしてみました。もっとのけとっちゃう、こんな感じ。キャミワンピースとの合わせは定番で、どんなタイプでも相性よく着用できます。ニットがゆったりめのシルエットでもボリュームが控えめなので、キャミソールワンピースを重ねても着膨れることなく着用できました。だいたい気になるところはお腹周りとか腰周り、ヒップ周りでございますよね。そういうところがニットで映ることなく着用できました。まあサイズ感だったり、あと生地感だったりも関係しますかね。あんまり薄かったりストレッチ性があるやつだったり、ぴったりしてるキャミソールワンピースはさすがに響いてしまうんじゃないでしょうか。そして今回購入したテラさんのテラウェアのカノコ編みプルオーバーでございますわね。ちょっとこのままでは分かりづらいので、キャミソールワンピースの上に着用してみます。はい、
キャミソールワンピースの上から着たらこんな感じ。164センチのフナピーは LL サイズを着用しております。さらっとした肌触りで、もちろんゆとりあるサイズ感でございます。長袖もね、こんな感じでゆるっとしていて、手の甲が隠れるぐらいの長めの長袖となっております。丈はね、フナピーのポッコリお腹がちょうど隠れる、こんな感じですね。はい、隠れるぐらいですね。残念ながらフナピーのヒップはここまでございますから、しっかり隠れることはございませんでした。まあそこそこ隠れるっていった感じでございましょうか。ニットですが、肌に当たってチクチクするようなことはございませんでした。これ狭めのリブで、腕まくりはさすがにね、はい、こんな感じでね落ちちゃいますが、ロールアップして、はい、こんな感じで手首を見せてキャシャ見せさせてもいいんじゃないですか。ちょっとフナピーの腕もキャシャに見えるんじゃないでしょうか。シンプルでありながら透け感もあり、インナーは必須でございますが、寒い時期はレイヤードしたり、あったかくなったらタンクトップやキャミソールと合わせてさらっと着用するのもよろしいございますわね。なので着回し力抜群なシンプル春ニットでございます。はい、これからのフナピーのコーデのこのニットのインナーも注目してくださいませね。はい、次行ってみましょう。インナーはテラさんのメロンハイネックプルオーバーに、ボトムスはエチさん、リーちゃんさんのマーメイドスカートに、履いてる靴はリアフルプチアヤさんのジェーンパンプスに、持ってるバッグはテラさんのバケツ型バッグでコーデしてみました。メロンプルオーバーをレイヤードして、このメロンを首元や袖口から出し、ボトムスは主役級の赤のマーメイドスカートを履けば、お互いを引き立て合い、バランスよく着用できました。長袖をインナーにすれば、肌が見える分量が少なくなり、透け見えが気になる方におすすめでございます。では次行ってみましょう。インナーはニットと同じ暖色カラーの、はい、こちらのラベンダーカラーのユニクロのカップ付きキャミソールに、ボトムスは GU のバギーパンツと、履いてる靴はランダのサテンベルトシューズと黒いバッグでコーデしてみました。透け感あるニットのカラーにインナーの色味を合わせると、コーデに統一感と上品さが出ます。透け感のあるニットにオフホワイトのバギーパンツで、軽やかなレイヤードスタイルが仕上がります。逆に濃い色のキャミソールで合わせるのもありの愛でございます。アウトでこんな風にね、ゆるっと着用したいですね。今回はテラさんのデラウェアインのカノコアミプルオーバーでコーデいたしました。定番キャミソールワンピースでモノマネコーデ、透け感気になる人のおすすめレイヤード、透け感アイテムの合わせ技で軽やかレイヤードスタイル。さて、フナピーのお気に入りのコーデは、
こちらでございます。これでフナピーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。はい、全力じゃんけんやっちゃうよ。じゃんけんぽい。フナピーはグーを出しました。グーグーグーよ。ちょっと鼻がムズムズしますことよ。テラさんのテレビビアチェチェテラレレ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 レ。まだ皆さんのところの島村にもあるやもしれありません。じゃあ、はいや。はい、こちらでございます。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとね、ちょっと待って、ちょっと待ってね。背中の筋が、ちょっと待って、あららら。あ、ちょっと、あー。